先生が倒れた。牧田君、そこで一つお願いがあります。先生の遺言、小宮光也、小宮先生と何か関係あんの？その人の住所とかは分かりません。ぶっちゃけ俺ゆけいさんが生命線なんだけど、どうすんのよこれから。マジで先生、いいから席について。はい。間宮君に一つお願いがあって。お部屋を探しですか？お客さんですよね。今のそんな安く稼いやないよ。すいません、一番安い部屋貸してください。じゃあ俺ここにします。一緒に住んじゃえば。過去の過ちをどう償うべきか、ずっと考えてきました。そうだよ、全然書かないし、こういう席にも全く顔出さない。僕は今何の感情もありません。他人のようなものですから。どうしてあの人の弟子をしてるの？いいもんもらってきたぞ。漱石好きですか？嫌いな人います？作家さん？随分若く見えるけど。先生の作品に感銘を受けました。いっちゃいましょう。いやいやいや、一番や。物書きの夢は、作家になる夢はどうするんだよ。ちょっと待って、もうすぐ終わる。お父さん、俺たちは分身だな。美しいもん、あなた、小宮、こうやって。あの子のところに行ってくれないか。涙。太宰治、向田邦子。来い。あの子だけは分けることはできなかったな。待ってくれ、牧田。今日は探偵ごっこをやめてホストに戻んな。君と僕が違うのは、君は先生に出会って弟子になりたいと思って。これが全てです。全て本当のことです。